はい、どうも、リントでーす。はい、どうもー。はい、ということで、今日はリントの小話シリーズです。今日はね、いつものお話に比べると、ちょっと真面目なお話になるかなとは思います。はい。その前に、まずこの衣装についてね、お話、ちょっとだけしてこっか。ハッピーハロウィーン!イエーイ!ということで、ハロウィンの衣装を着させていただいております。こんな感じでハロウィンの衣装にしてみたよ。どうかな、こういつもと違ってね、お団子じゃないの、お団子にする前におろしてみたよ。はい、あとちょっと露出度も高めだよってところです。はい、でまあ今日のそのね、リントの小話の真面目なお話っていうところなんだけれども、最近ツイッターだったりとか、それこそ YouTube の動画、あとはこうまあね、お友達の、生放送とか大好きな人とね、お話しさせていただいたりしている中で、こう最近私が感じることがあるんだよね。でそれが何かっていうと、バーチャルな世界とリアルな世界で、ね、ちょっとだけ、まあ、私がこうね、こうお仕事とかっていうところで考えると、やっぱりこうバーチャルな世界の方々というか、私を応援してくださっている方々がとても温かくって、すっごくこう心地が良かったのね。うん、で何だろう、愛がね溢れてくるというか、本当みんな好きだなっていうところもあったりとかがすごいあったのね。でも結構私の場合って自分発信もしちゃうしっていうところが多いから、なんか絡みにくいのかなとかっていろいろ考えたりもしたんだよね。まあ考える癖はどうしてもあるから、まあそれを考えちゃったよっていう部分ではあるんだけれども、まあ正直私の YouTube の活動っていうところでいくと、正直私が皆さんに届けたいものって、このいつものちょっとね、テンション高くてちょっとアホでっていうね、語彙力も崩壊してるっていうね、このりんちゃんがみんなに元気をお届けできるようにできたらいいなって思ってるんだよね。でそして私もみんなから元気もらってるし、みんなといろいろお話とか交流をすることによって、で私もすごい元気になるし、それでみんなも元気になってくれたら嬉しいな、みんなも楽しい気持ちになってくれたら嬉しいなって思っているのね。だからそういう形で皆さんともっと交流したいなって思ったんですね。でそういうところで考えた時に、まあ、私は私なりに、まあ、声の練習をいろいろしたいのね。このリントっていうこの私にすごくこう心地よく合うような声の練習とかもしたいので、まず私として優しい喋り方できたらいいなって感じたのね。だから優しい喋り方を少しずつ模索してやっていけたらいいなって思ったので、だからなんていうのかな、この動画はね、両生類の練習をするためにっていうところでも作ったんだけれども、両生類っていうところ、まあ女の人っぽい声っていうよりは、まず優しくこう温かみのある声を出していけたらいいなっていうのと、皆さんが私のこの生放送だったり、あとは YouTube の動画ですね、見てくださって、なんかあの声落ち着くからもう一回聞きたいなとか、あの声聞くと元気になるんだよねっていうところ、あと嬉しい気持ち、楽しい気持ちっていう風に、なっていただけるように、活動していきたいなと感じました。それこそ私は皆様に支えられてこの姿、ここにいることができていると感じています。でね、少なくとも170人くらいの人たちは私をね、好いてくれていて、チャンネル登録っていうのをしてくれてると思うんだ。
だからこそみんながもう一回あの人の動画見たいなとか、あの人の動画見てちょっと今日なんかブルーだし落ち込んでるしなんか元気になりたいなとかって思ってほしいんだよね。だからそう、少しでも皆さんが元気になれるような動画、少しでもね勇気づけられるような動画っていうのを、これから作っていきたいなと思いました。で、皆様の温かい気持ちに触れてすごいなんかやる気が出たんだよね。で、結構勝手に私が感じてることなんだけど、まあ一人よがりで一人ぼっちな感じなところが多いのね。活動してるとどうしても一人で活動してるからね、あの誰かと一緒にやっているわけではないから、だからそういう時にこうもっとみんなと仲良くなりたいなとかいろいろ感じてたんだけど、それよりも何よりも見てくださってる皆様が少しでも私の動画を見て癒されたりとか優しい気持ちになれたりとか元気になってくれたりとかねっていうところで、少しでも勇気づけられる動画を上げたいと思っております。なんかね、同じこと2回言った感があるんだけどねちょっとアホなのでね、同じこと何回も言います。はい、なのでちょっとでも元気づけられる動画を作っていこうと思いました。あとは喋り方、別にね普段の喋り方が悪いって言われたことはあんまりないんだけど、なんかもっと優しい感じっていうのかなを意識して喋りたいなって、お話ししていきたいなと感じました。もうねチャランポランのアホなんで、もう日本語ぐっちゃぐちゃだし、日本語わかんない、語彙力全然ないからね、でも少しずつそういう喋り方の練習をしていきたいと思いました。なのでこちらのリンとの小話の方では、女性声っていうのを意識した練習っていうかね、喋り方っていうよりはこう皆様に温かい感じの雰囲気、優しさ、なんだろうねそんな感じの喋り方をねやっていきたいなと思っておりますっていうのと、もう一つ、みんなにもうなんかねリンちゃんって呼ばれたい、リンちゃんって呼ばれるように親しまれるようになりたいなって思いました。もうみんな気軽にリンちゃんリンちゃんって絡んでくれていいよ。それこそツイッターでも全然ね、リプライ送ってくれていいし、それこそコメント欄にいっぱい書いてお話ししてくれてもいいの。生放送の時もね、結構見てくれる人が最近増えてきたのね。なんだけど見てるだけの人っていうのもやっぱり多くって、やっぱりいっぱいコメントしねもらっていっぱいお話ししたいんだよね。だから気軽にもうりんちゃんこんにちはぐらいな感じでいいし、それこそこちらのコメント欄、ツイッターとかね、いろいろあるけど、そういうところでもりんちゃん今日何してんのとか、今日ねりんちゃんこんなことあったんだよねっていう形で、たわいもない話をいっぱいしたい。で、たわいもない話を繰り返してもっともっと皆さんと仲良くなりたいなって思ったんです。やっぱり皆さんに支えられて温かい気持ちになっていて、私としてはすっごく嬉しい限りです。なのでその感謝の気持ちっていうのもね込めて、先日ね私がよく仲良くしていただいている方々を簡単にご紹介をさせていただいたんですけども、あの方々もね一部なの。だからその中でもちょっとピックアップをして出させてはいただいてますけども、やっぱりお世話になってるのでその方々だけではなくって、やっぱりこの動画を見てくださっている君たち、それこそチャンネル登録を見てくだ、ちゃん？チャンネル登録を見てくださってる？チャンネル登録をしてくださってる皆さんがいてこその私だから、もっとチャンネル登録してくれてる方に向けて元気になる動画、明るくなれる動画、暗い時に少しでもこの人の動画見て、いや元気になれたよっていうような動画を作っていきたいと思いました。はい、すごい真面目な動画にはなっちゃうんだけど、皆さんとはねそういう形で少しずつ交流を深めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちょっとみんなと仲良くなりたいです。だから気軽にりんちゃんって呼んでいいんだよ。気軽にコメントしてくれていいからね。気軽にツイッターでお話とかいっぱい送ってもらっていいから。ツイッターこの辺に貼ってないけどね。
気軽にね、あの概要欄にツイッターあるから、そっちからツイッターでね、DM 送ってくれてもいいし、リプライで送ってくれてもいいし、本当たあいもない話をいっぱいしたいなと思いました。もっともっと皆さんと仲良くなりたいです。気軽にりんちゃんって呼んでね。ということで、今回はりんとの小話っていう形で、少しちょっとね、真面目な形でお話をさせていただきました。みんなに少しでも元気が届けられ、楽しい気持ちをお届けできればいいなと思っております。それでは以上、りんとでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。